はい、どうもお疲れ様でございます。鍋でございます。いやー、昨日ですね、夜中なんですけども、ちょっとね、本当にポッと思ったことだけをボソボソと喋ってですね、動画投稿したんですけども、キヤノンのね、アイビスミニっていう、あの自分撮りができる、カメラなんですけどね、昨日はアマゾンさんでね、売ってましたということで、どうしようかなと、すごく魅力だなと思って、お話ししたんですよ。そしたらですね、驚愕の事実がありまして、あのアイビスミニがね、新型出るっていうね、話なんですよ。で、私もいつもほんと洗脳されまくりのですね、イケメン、YouTuber というか YouTube 投稿者のね、レオナーワークスさんからコメントいただきまして、新型出るんだそうですと。そっち買ったらどうすかっていうね、コメントいただいたんですよ。でね、マジかと、新型かということでね、もうね、ちょっとこうどうしようかなってね、本当に悩んでます。でね、ちょっとまたすいません、これカメラひっくり返しますけどね、ちょっとこれ見ていただきたいんです。はい、すいませんね、なんかキャプチャーとかできないもんでね、このままボンと映してますけどもね、こんな感じ、こんなのがね、出るくさいんですよ。でね、これどちらさんの記事かちょっとわかりませんけども、トイデジ系レビューサイト、ヘンデジ研究所っていうね、ところの、ブログっていうの、なんていうのね、ページなんですけども、ここにね、アイビスミニの後継機、なんとバッテリーの持ちが2倍の容量にって書いてあるんですよ。あー、そうっすか、と。これのことを言ってたんだな、と。いうことでですね、ちょっと相当気になってきました。で、これはですね、やっぱだいぶ、今現行モデルのアイビスミニからですね、いろんなこう弱点を克服するべくいろんなところに手が加わってるみたいなんですね。で、例えばうっかりプレビューボタンを押すこともないとかね、ちょっと私使ったことないんでわかりませんけども、なんかいろんなところがですね、こう、細かく改善されているようなんです。あとメディアがマイクロ SD から SD カードになってるとかね。これね、どうすか。これ、形もね、ちょっと変わりましたよね。マイクの部分が随分グッと出てきてね、なんていうの、例えが悪いかもしれないですけど、なんかスタンガンみたいになっちゃってましたけどね。どうすか、これ。いいな。レオナさん、どうすか、これのことっすよね。多分。これなんですよね。買いますか。俺もね、これ買ったらレオナさんみたいにふさふさになるんじゃないかと思ってね、あやかりたい。あやかりたいな。まあ今そのご覧いただいたね、新型のアイビス。いつ出るのかな、これ。どうもね、この記事だと、今年の春ぐらいじゃないのっていうね、いう話もあります。それと、本当にこの記事でのままを見ると、現行のモデルよりも、値段も高くなるんじゃないのっていう話なんですよ。ここでは1万円ぐらいっていうね、書き方をしています。そうすると、今のアイビスミニ3万円ですよね。2万9000何がしとか。これね、4万円出して、じゃあこれどうしても欲しいかっていうとね、どうすか、レオナさん。4万円。
一般サラリーマンピーポーにはね、4万円はでかいなぁ。この情報がもっと欲しいですよ。で、この新型アイビスミニの情報が出たところで、現行モデルがどう値動きするかですよね。いや、現行モデルの方がいいっつって買いだっつって買っていくのか、そのままぐーっと値が落ちていくのか、どうっすか。いや、困った。うん、本当困った。ということでね、キヤノンのアイビスミニがね、新型が出るんじゃなかろうかというお話の中でね、こういった調べてみたら、一部の中でいろんなところがね、良くなって、非常に使いやすくなるようですけど、またその反面ね、当たり前ですけども、コストも上がりますから、販売価格の部分もね、ちょっとこう上がっていくんじゃないかと、いうお話になってるようです。はい。まあ、これ未確認情報っていうか、なんていうの？ソースとしては、どうかわかりませんよ。私はこれは参考にしましたけど、皆さんがどうさ、ね、どれを参考にするかわかりませんから、私の読んだ記事ではそういうことが書いてあったということなので、まあ、この辺鵜呑みにしないでいただきたいですし、これが実際日本で出てくるのかどうかっていうのも、私はまだ分かりません。ね。もう分かってる人もいるのかもしれませんけどね。ということでね、キヤノンのアイビスミニ。買うんすか。買うんすか、レオナさん。まあ、これ、イノさんも買うんでしょうね。イノさんもね。で、これで、イノさんは、これの新型アイビスミニで、水平チョップ取るわけですよね。まあ言ったら、皆さんどうなるんだろう。安倍さん買うんすか？安倍さん、買うんすか？困った。のりぞうさん買うんすか？のりぞうさんも買うかな、これな。買いそうだな。でもな、俺的にはレオナさん買ったら乗っかりてえなー。それは乗っかりてえ、マジで。まあ、いっか。はい。まあね、ブツブツと喋りましたけども。皆さんもね、ちょっと検討してみてください。私も検討します。まあ、いっかな。でもいいな。ということで、本日は、アイビスミニのね、後継機、新型が出るやもしれないというね、お話の中で、買おうかなというとこね、ここも踏まえての、このアイビス、このミニのシリーズね、どっち手つけるのかっていうね、今検討中のお話でございました。皆さんも何かね、いい情報があったら、コメント欄の方にね、ぜひ、情報をいただきたいと思います。はい。それでは、また。